明石。なんだ、ジャミングか。ミサイル接近。ブレイク、ブレイク。明石、いつまで遊んでるの。母ちゃん心配で迎えに来たよ。超巨大幽体駆逐艦オカーン接近。トウ、あれが駆逐艦ならなぜあんなに大きい。あらゆる船を駆逐するからですかね。あれが何であれ撃ってきた以上敵だ。スパロー隊、攻撃を許可する。部屋の前にご飯を置いといたからね。高志、高志、今傘を持って迎えに行かせたからね。艦長、敵艦のドック部から何か発信してきます。艦長。お兄ちゃん、戦闘機に乗りたいのはわかるけど、それは誰の税金で買った燃料で動いてるか知ってる？むげ、俺ああいうの苦手なんだけど。いつか痛い。やはり妹は画面の中に限りますね。お兄ちゃん、か弱い女の子に暴力を振るうのって最低。あれのどこがか弱いんだ。予約してたゲームキャンセルしようかな。ああ、例のあれか。なんか妹への幻想が打ち砕かれました。妹なんてそんなもんさ。対空砲が減ってきた。一気に畳みかけるぞ。お兄ちゃん、前ばっかり見てたら墜落しちゃうよ。どうした。敵艦のドック部分が開いたままになっています。開けっぱなしにしているのか、それとも鍵をかけ忘れたのか。攻撃してみる価値はあると思います。高志、あんた鍵を忘れていったでしょう。あんた郵便受けに鍵隠しておいたからね。敵艦の速度を低下してきます。これだけ打ち込んでも傾きすらしないとは。いや、見えてないだけかもしれんぞ。高志、母ちゃんはあんたをそんな風に育てた覚えはないよ。お兄ちゃん、あ、来てるの。高志、母ちゃんちょっと疲れちゃった。オカーンの沈黙を確認。お兄ちゃんのバカ、死んじゃえ。リトルシスターの撃沈を確認。本部より入電。共和国軍が降伏勧告を受諾したとのことだ。全機攻撃を中止せよ。終わったのか。僕たち勝ったんですね。なあ、やり遂げたぞ。スパロー隊、方位270、起動せよ。